それなら私の仕事についても話した方がいいのかな。でないとズルズルとタイミング失いそう。ってことはあれかい、シオの前でついにののかさんアピールを始めるってことかい。ちょっとシオとしてはどういう反応が見れるのか楽しみなんだよな。尊敬か驚愕か。ヒヨリンと違って私はエロも描いてるから、あの子の性格を考えると嫌われないか少し怖いんだけどね。なるほどね。でもそれ男の人限定じゃないの、もしかしたら。エロゲはアスミもやるって言ってたし、二次創作に関しては問題ないんじゃないか。可愛い色なら大丈夫って言ってなかった、ほのぼの系の。可愛いね。カノの描く可愛い。なるほど、カノとアスミの可愛いの基準がちょっと違うからな。でも私結構際どい体位とかアブノーマルなシチューも描いてるし。あれで、どう考えてもソフトエロだけど、描いてる本人的にはこだわりがあるんだろうか。俺の感覚だとめっちゃぬるいけど、せいぜいが高速程度。ああなるほど、それは全然アブノーマルに含まれないんじゃないかと思うよね。男の、しかも年頃の高校生からしたら、まあ、やっぱ一人でオナニーするぐらいのカノだけど、なんだかんだ言って女の子レベルなんだね、結局は。なら事前にそれとなく探りを入れてみようか。日和に、お兄ちゃん際どいエッチなゲームしすぎーとか、冗談っぽく突っ込んでもらって反応を見たり。ちょっとそのコメントは、アスミ、敏感に反応しちゃうんじゃないかと思うけどね。だが傷を負ってもいいならお願いしたいかも。ありがとう。俺からすると神石のののかさんは維新の三欠よりも偉人認定だけど、ひよたには正体を明かしづらいものなのかな。まあ、結局どの界隈でもそうだけどね。どんなに日本で売れてるアーティストだろうが、海外に行ったらそうでもないみたいな現象はあるわけだし、そればっかりはしょうがないよ。ああ、前の学校では、音な部分を開けっぴろげにして惹かれたんだっけ。それは慎重にもなるか。となると、塩先輩にも正体明かすことになるけど、あの人はののかさんのファンみたいに言ってたし、いいか。ファンとまでは言っていない。絵が好きだと言っただけだ。あそこ二人なんだ。どういう一年生と三年生ですけど。わー、壁に耳あり、障子に目あり、天使と悪魔が同時にやってきた。どっちも禁句だろう今は。ご一緒に登校ですか。来る途中のコンビニで見かけたから声をかけた。彼女は肉まんを買っていたよ。ブレねえな。もう年から年中肉まん買うやん。塩先輩は相変わらず好きな日にだけ登校し、ニキさんは授業に出たり出なかったりみたいだ。試験に備えてはいるものの、教室に馴染めないらしい。あ、もうそれはね。あのほど心が強いというわけでもないし、学校の勉強なんて別に家でもできるからな。教科書に書いてあることだから。で、いざ生徒会室へ来てみれば、まったく。君はすぐに私が誰かのファンだと勘違いをする。ヒヨリンにしてもそうだ。わかったわかった。もうそれツンデレだろ、どうせ。いいって、またカノの素性を明かしたら同じ反応になるんだから。今ベラベラ喋っても滑稽なだけだぞ、お前。塩先輩がヒヨリンさんのファンなんですか？まあ、ヒヨリンの仕事の内容を知らなければ、いきなりファンだと言われてもこの程度の反応になるか。確かに。普通に泉日和のファンだと思ってるもんね、アスミとしては。そんな珍しい先輩おるんって顔してるわ。違う、私は純粋に彼女の楽曲を評価していたに過ぎない。おお、アスミの前で楽曲の話しちゃう。ちょっと面白い角度からの仕事の明かし方するかもね。曲？日和なら今日来ますよ。到着少し遅れてるみたいですけど。あ、日和さん来るんですね、楽しみです。あ、かわいいね、アスミ。やっぱ日和とアスミの1年生コンビは一番仲いいんだね。楽しみでいいのかな、生とか言って。あ、ごめんなさい。そうですよね、お仕事をしに集まってるんですもんね。楽しんでばかりではいけませんね。主人公よりも仕事意識高いのに、なんで主人公から怒られないかわかんの。いや、上げ足取りみたいになってごめん。今のはむしろ自問してた。今の体制移行してからの約2週間活動らしい活動の記憶はタコパしかない。タコパを活動に入れるな。もっとあるでしょ、引き継ぎとかさ。いいことじゃない。あ、今日もたこ焼き食べる？私買ってこようか。え、まさか2週間連続でたこ焼きとかじゃないよね。それさすがにアホすぎんか。肉まん。主張する。それは外せないんだ。肉まんパーティーやんないの？こんなに肉まん支持派の人間がいるのに。みんないい感じでこの空間に馴染んできたよね。家かよ。いや、マジですることないっすね、生徒会。おい、それ仕様に振るのいけないだろ、絶対。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。